ひろみです。まなみです。おはようございます。声が起きてません。朝9時でございます。そうですよ、9時ですよ。声がおはようございます。さあ、今日どこ行くんですか。天気がいいね、はい、梅雨も明けたからさ、はい、ね、今7月入ってさ、うん、天気がいい日がずっと続いてるんですよ。そうです ね、でつい先日オフ会も終わって、はい、いらっしゃった視聴者様が、うん、もういっぱいあちこち遊びに行ってるのをね、はいはいはい、聞いて、うん、まあ、どっかへちょっと行きたいなって、うん、離島考えたんですけど、はい、今年さ、まだしっかりと海開きをしてませんので私たち。あ、まあまあ、ですよね、まあまあ、しっかりとちょっと今日は海遊びをしたいなと思いまして、はい、そうですね、どこに行ってるか分かりますか、この辺。この、まあ、この画像だけじゃ分からないでしょ、さすがよく分かりません。分からない、分からんか、分からないですよ、さすがほら、この辺とか右の風景だけだからね、これ分からんか、このエリアはですね、カビラでございます。ありがとうございます。カビラの、はい、スクジビーチへ行きたいと思います。わかりました。もう間もなく到着しますので ね、私たちもすでに水着は着ております。はい、水着というかすぐ入れる状態で来てますので、はい、あと1キロはい、では到着まで頑張って運転しろよ。あと1キロやからな、右よし左よし、いやいや直線だけや。あ、そっか。着いたかも。はい、ではね、集落から入ってきたところですね。まあ、もうカビラ声でね、スクジビーチの看板で出るんで。そうそう、はい、集落からちょっと離れると すぐこういうね、そうそうそう、海への、海に行く道って感じしますよね。まあね、松の木があってさ、はい、ね、おー、すぐですよ、これずっと下りで、だって大きな駐車場があるんで、無料のスクジビーチっていつぶりだろうね。去年来てないじゃんか。かもしれません ね。これずっと下ってったらもうすぐですよ。そうなんですよ。たまにこの辺は、うん、篠原クイナや、ああ、横断してる。はい、クジャクも。クジャク、はい、クジャク横断ってゆっくり行ってくださいね。はい、でこれね、左側にある、うん、まあ、旧ホテルなんですけど、はいはいはい、それが見えたらもう見えたらすぐです。旧ホテル、うん、懐かしいな。はい、到着でございます。どれぐらいいるかな。これね、突き当たりをこう左に曲がると広い駐車場があります、はいはい、これ完全無料なんで。そうなんだ、はい、奥まで行きましょう。奥までね、はい、行けるかな、みんなね。どうですかね、ちょっと今日はね、お昼ちょっと前が干潮なので、あ、全然いないです。誰もいない。あ、誰かはいるけど、プライベート感満載かもしれませんよ、これ。ちょっと日陰に止めましょう。はい、止めましょう。はい、暑いからね。到着です。はい、1500円になります。金取るか。スクジビーチの駐車場に行きましたけども、めちゃくちゃ広いです。セミの鳴き声がやばいですね。ねえ、ミン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 、はい、ミン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 、みんなおはようって言ってる。え、みんなおはようって。ウェルカムトゥスクジビーチパーク、行きましょうか。ここはですね、はい、指定管理、係員さん、はい、監視員さんがいらっしゃるところなので、 安心。あとハブクラゲネット、はいはい、安全に寝泳げることができるネットが張られているエリアがあるので、うん、今日ちょっとそこ遊びましょう。早く行かんとどんどん引いていくからよ今日。あ、そうや、今日何時か始まるか。今日中潮で11時39分、
今何？土管町。今9時ちょっと。あ、早く泳ごう。そう、どんどん引いていきますよこれ。そうですね。あ、もう若干引き気味。引き気味。大丈夫大丈夫。まだ大丈夫。ちょっと綺麗な映像を先にお届けないと。そうですよ。早く先行きません？私のプリケツより。早くと。結構荷物重いんやけど。ごめんなさい。スクジビーチ。だ。ちょっとね。シャワールームもね、ちゃんとあるね。あります。うん、お金いるけど。ちょっとね、おしゃれなのよ、ここのビーチ。おしゃれだね。うん。手作り感が。まあまあ引いてきてますけど、大丈夫ですか？そうなんです。ちょっと。それがね。まあまあ引いてきてる。もう明日からお潮なんで。この内側で泳ぐってことですね。そうです。あ、あっちは行けないよね、じゃあ。あ、行ってもいいんですよ。はいはいはい。うん、なるほど。でもこの中は安全なエリアですよっていう。クラゲ来ないよ。来ないよ。なるほどなるほど。はい、はい、はいはい。ああ、綺麗だね。綺麗ね。はい。広い。うん。広い。ちょっと。アジトを作ろうぜ、アジト。どこ？アジト。アジトね、アジト。うん、そうそう、アジ確保しようか。どこでしょうかね。あ、このなんか根っことかすごいな。だん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 なんかね、うん、低くなってってる気がする。なんかちっちゃい公園みたいなのあるよ。そうそうそう、ちびっこにもね。ちびっこにも。おすすめなんです。どっちがいい？どの辺しましょうか。カラスにね、いろいろ物取られんとせんといけん。カラス注意です、うん、じゃあちょっとね、この辺がいいかな。レジャーシートしたいと思います。あの結構カラスいるんで、あの食べ物を持ってきてる人はあのちゃんと隠してくださいね。すぐカラス取りに来ますからね。もうここはいつも波も穏やかで。そうですね、ここは、ね、うん、あのちょっとこう湾になってるので、はい、穏やかな方なんです。あ、ここはもう結構ファミリー連れも安心して遊べるね。はい、ここはファミリー多いと思いますよ、ね、小さなお子さんをね。カラスがカカカカないです。じゃあちょっとスクジビーチ、まあどういう施設があるかというと、こういうね、公園というかね、ちょっと子供が、あの、こうね、遊べるような、こう滑り台とか、ね、そういうのがあるんですよ。で、結構ね、日がたくさんありますから、結構日差しはね、結構遮られるので、結構、そんな暑くないようなね、感じがありますけどね。こっち行ってみましょうか。まあ、もちろん自動販売機もありますし、ここがね、シャワールームになりますね。女子用とかもありますしね。シャワールームもあります。で書いてますよね、シャワー5メートル、トイレと20メートル先って書いてます。でこちらに、レンタルね、レンタルなどありますよ、はい、でこちらがシャワー、これはシャワーね、100円でございますね、はい、100円でございます。結構数がありますね、はい。で奥に行くとこちらね、お手洗いになります。こちらお手洗いね、あります。で海とね、なんかこう森林浴が一緒にね、楽しめ見えるようなね、感じです。じゃあこっち行こうか。こういう、あ、ブランコある、ブランコ。
よいしょ。こういうブランコもあるからね、ちょっとこう乗りながらね、いいんじゃないですかね。準備できましたか？なんかあ、レジャーヒート引かないですか？あ、そうですか。ああ、そっか。面白いこと持ってきました。何ですか？このね、はい、流されない流されない場所でやりたいから、はい、このハブクラゲ防止ネットがあるところが最適なんですよ。それは何かというと、はい、聞くわよ、はい、いい？もういい？どうぞどうぞ。いい？行くよ、はい、バンってなるからね、はあ、行くわよ。これで風を呼ぶのよ。風を呼ぶ？何？風を来い。何何？風を来い。なんだそれ。何ですかその筒みたいなの。風でね。はい。ソファーを作る。風でソファーを作る？風が入らない。風でソファーを作るみたいですけどね。はい。するんだけど、まだ風が足りない。ああ。だ無風だと無理じゃん。追っていくん、そうやって、はい、で、締める、はいはいはい、あ、へぇー、海に浮かべて、あ、座るということですね、はい、なるほど。ちょっとやろうか。わかりました。もうちょっときついよ。じゃあ、今からどんどん干潮になっていくので、早く入水しないとですね、いけませんので。で、このハブクラゲの防護ネットの中で安心して入りたいと思いますが、はい、完全に足首サイズですね。足首、杭が、あら、なんかこれが浮かないかもしれない。なるほどね。入水します。あー、気持ちいい。おお、ちょっと足首ですね。はい足首でございます。これやるなら、はい、流れていくから、そうだね、この中がいいと思う。足首入水。さあ、めちゃめちゃ気持ちいいです。めちゃくちゃ気持ちいい。とにかくちょっとカメラ落とさないでね。これ防水じゃないんで、はい、あー気持ちいい。まあ、中潮で30何センチまで引いちゃうので、はいはい、そこの中、全部砂浜になります。あー、さよなら。いやいや、もうこんな浅いのにこけたらええやんか、溺れへんから。いや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 、どうしたらいいのこれ。どうしたらいいって、もう全身使いなさいよ一回。どうすんの、もうこんなに浅いのにな。流れてってる。あれあれ、どこ、ここは多分ね、このままで行くと、うん、タラマの方に行くんじゃないですか。いやいやいや、遠いから遠いからそれなら、いやいや、家に帰らせてくれる。さあ、お食事の時間でございます。レジャーにぴったりな、レジャーにぴったりの、何を、あれですよ。あれですか。はい、朝一番で私はね、はい、行ってまいりました。お一年紹介。一年紹介。ありがとうございます。はい。鬼笹でございますよ。やったー。はい、のーちゃんも、はい、トントンしてるからね。ありがとうございます。はい、まさかこういう形で食べると思わんかったですね。久しぶりじゃない？ねえ。ね、うわー。のーちゃんはささみですよ。ささみ。私はね、大葉なんとか。大葉のチーズなんとか、ささみ。いただきます。じゃあ、富士ビーチに。乾杯。乾杯でございます。キャリーです。いただきます。うまい。ちょっとしながらね。お風呂に入ってるみたい。ちょっとぬるめの。ぬるめの。
お風呂。あ、下半身起こして帰ったら落ちてる。うん、やってるかな。おいおいおい。おいおいおい。本気で何も言いなかった言葉が出なかったよな、今。じゃあ、ちょっと計算をしてみてんか。なんとか、なんとか。うまいわ。いや、なんで、本当に。弁当欲しいな。うん、要は。これ大好き。宮古入るスパスティ大好き。さっぱりして。他に全くかかってないな。そうですね。この高いくらだったの？ささみは200円になってました。200円とか、あと駐車料金はない。ない。シャワーは1日使い放題で100円。1日100円ですからね。1回入れたらいいんですよ。ねえ。気軽に来れるしって、みんな家族連れでね、来てるし。あとお子さん連れは、そう安心。そして、うん、海が苦手な方っていうか、うん、海の生物、ちょっと怖いなっていう方とかは、羊ビーチ、本当おすすめですし、遠浅、ね、ですし、怖くない。そうやね、波穏やかに。深いのが嫌いっていう人とかも、私らは大丈夫なんですけど、あえてね。あえてこう、皆様が気軽に来れるようなところ。1個だけ。まだあんの。じゃあちょっとチャプチャプしまして、水分補給と、何ですかこれは。ミニマンゴーを買ってきました。あ、マンゴーですか。はい。あらー、アスアドレです。これどこで買ってきたの。1年でやってます。1年で。1年だいたいいつもミニマンゴーの時期は置いてるんですよ。で、あの凍ったね、お水を買って、凍った水と、にクーラーバッグに入れて、あ、なるほど、はい、いろいろ冷やしてきてますよ。食べるか。じゃあ100円払って剥いてもらいました。いただきます。あー、おいしい。めちゃくちゃ甘いじゃない。うまっ。うめえな、これ。いいね、冷たい。ちょっと海見ながら最高じゃないですか。まあ、程よい大きさ。うん、うまい。どんどん引いてきてる。ちょっと非常に安定感がない。何をガタガタ乗ってるんですか。本当に安定感。いやいやいや、広すぎて。普通にバランスよく乗ってくる。これ一人乗りじゃないよね、絶対に。二人乗りでしょ、どう考えても。これ二人乗り、三人乗りだよね、はい、これ。あの、安定感がないでしょ。だから足上げるとちょこけてくれへんから危ない。本当に本当にお尻からドスンっていきそうなんで。ほんまですか。いや、もう本当、腰椎骨折になります。私、受け狙ってないですか。狙ってないですって。本当にやってみ、自分で。やってみようか。足がこんなになるから本当に。じゃあちょっと取り直し、ちょっと僕取って。あれ、ほら、プルプルしてるやん。けど、あんなにガタガタ鳴ってないよ。プルプルしてたよ、今。お、ほら、これ体幹の問題ですね。私、体幹ないんですよ、多分。こけないですからね。いやいやいや、ほっか。せっかく今さっきシャワー行ったの、やめろ。皆さん、真似しないね、これはね。さあ、遊び終わりまして、ちょっと後ろを見るとですね、完全な干潮に向かっていっておりますが。そうですね、今日は干潮は ね、はい、ね、あのゴリゴリの日でございますね。ゴリゴリ、明日から大潮のようなので。そうなんですよ、はい。じゃあ、まあ、なんでわざわざこのゴリゴリの日に来たんかなという、皆さん思いでしょう。わざわざ、うん、わざわざする、まあ、偶然ね、私たちの休みが、うん、そうそうそう、よく干潮に当たるんですよ。そうなんです。なので、あの、そんなわざわざ干潮の日に行かんでもみたいなコメントはやめてください。そうですよ。どうしようもないんですよ。けど楽しめました。あ、ね、けど干潮の時刻が分かったから、ちょっと朝早めに来たっていうのが、早めに来ました。だから今お昼やから。そうです。まだこれからまだまだ時間ありますから。そうですよ、また、ね、いろんなことできますからね。そうですよ、自分のやりたいこととか。私はちょっと夕方からちょっと松江区なんですけど。そうですか。これはまあ編集ですけどね。そうですね、私は仕事がありますからね。仕事がありますので、はいはい。ということで、今回は、スクジビーチね、来ました。本当に、あの、大人から子供まで、あの、安全に遊べるような、ビーチになっておりますので、はい、よかったら皆さん気軽に足を運んでください。うん、あの、ほら、
食べ物とか売ってないんで、そうですね、なんか お弁当か何かね、自販機はありました。自販機はありますんでね、はい、ということで動画は以上となります。素敵なビーチですよ。ありがとうございます、ね、穏やかやね。お味噌さん1個ずつ残ってるから、うん、2個ちょうだい。以上です、ありがとうございました。一瞬考えてたよね、2個どうぞ2個どうぞどうぞ、かき氷じゃん、2個です。